ビッグモーターとは、一線を画す、信用を損なわずに安心して中古車を手に入れる方法戦術。ビッグモーターの元社員たちが、まさにスモールモーターというグループを結成し、ました。このグループには、ビッグモーターでの勤務経験を持つ20人ほどのメンバーが集まりまっています。さて、ビッグモーターが出品する車を買いたいと思っている方はいらっしゃるでしょう。実は、ビッグモーターの信用問題が取り沙汰されており、多くの人々が、エクスペリエンスを共有しています。その信用問題のために、ビッグモーターでの車の購入を検討する際には、注意が必要、です。ビッグモーターは、再建が難しいと言われていますが、その背景には、元社長や元副社長が、責任を取らないこともあるのではないかと言われています。このような状況下で、消費者は、ビッグモーター以外の大手中古車販売会社を選ぶことを、お勧めします。では、ビッグモーター以外の大手中古車販売会社とは、具体的に、どのような関係がある、のでしょうか？これについて、まさに、スモールモーターのメンバーたちは、徹底的に調査を、行いました。その結果、驚くべき事実が明らかになりました。実は、ビッグモーターは、業界内での信用を失っていると言えるほどの評判を持っていますが、一方で、多くの大手中古車販売会社とは、緊密な関係を築いているのです。ですから、ビッグモーターでの車の購入ではなく、その関係先の中古車販売会社での車、探しをお勧めします。これにより、消費者は、ビッグモーターの信用問題から解放され、安心して中古車を手に入れることができるのです。また、大手中古車販売会社であれば、信頼性やアフターサービスなども充実しているため、さらなる安心感が得られるでしょう。昔は、ビッグモーターが一大勢力を誇っていた時代もありましたが、現在ではその地位は大きく揺らいでいます。それでも、なお、ビッグモーターを選ぶ方がいる。一方で、多くの人々がビッグモーター以外の大手中古車販売会社を選び、安心して中古車を手に入れているのです。信用問題に悩まされることなく、満足のいく結果を得るためには、中古車を選ぶ際には、信用を重視することが大切です。ビッグモーターに限らず、損保など他の業界でも、同じことが言えるでしょう。まさに、スモールモーターのメンバーたちは、消費者が安心して車を手に入れることができるよう、ビッグモーター以外の大手中古車販売会社の関係を明らかにすることに力を尽くしています。その努力が実を結び、多くの人々が驚く結末を迎えることとなるのでしょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。We'll be right back.